ター、そしてバッターボックスには吉田が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。打った瞬間確信、看板直撃、先制のツーランホームランです。ジャイアンツ白球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。ジャイアンツが先制しました。2対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いや、本当に見せてくれますよね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。